虹と雪のバラード、虹と雪のバラード、虹と雪のバラードは、1972年2月に開催された1972年、札幌オリンピックのテーマソングである。本曲は作詞、河村文一郎、作曲、村井国彦。逸は開幕2年前の1970年、NHK は、川村に作詞を依頼する際に、の3つを要望した。 依頼を受けた当初はなかなか構想がまとまらず、カワソンは2週間ペンが進まなかったという。1971年2月から3月まで NHK みんなの歌の札幌五輪の歌のコーナーで流された。1964年東京オリンピックのテーマ曲で、ある東京オリ温ンドや日本万国博覧会のテーマ曲である世の国からこんにちはの例に習い、この曲も 複数歌手による共作となり、とはエモは、マユズミジュン、菅原よういち、ピンキーとキラーズ、佐がらなみ、とはエモはと同一の芸能事務所に所属してた、ジャッキー・吉川とブルー・コメッツや、スクールメイツなどが歌唱したが、最終的に、とはエモは版が定着しこの年の、第22回 NHK 紅白歌合戦でも、とはエモはがこの曲を歌った。2003年、カワソンが、 初代教授を務めた札幌以下大学生経験科のパーティで、とはエボアが、虹と雪のバラードの指揮は、どこにあるのですかと質問したのをきっかけに、指揮混流計画が始まり、記号は、川村と交流が深かった書家の中野北名。デザインは、札幌市立高専教授で彫刻家の国松飛鳥に、依頼した。2005年9月11日、 札幌オリンピックのレディックスキージャンプ競技の舞台とな大倉山ジャンプ競技場に指費が設置され、除幕式には、とはえもはの二人も参加してこの歌を熱唱した。なお、カワソンは2004年3月30日に他界しており、指費の完成を見ることはできなかった。2011年から始まったみんなの歌発掘プロジェクトにより映像が提供され、2012年3月15日、 深夜3月16日未明放送のみんなの歌発掘スペシャルで実に41年ぶりの再放送となった。なお同番組では当時の映像のほか、当時の曲名、歌詞などのテロップがそのまま放送された。札幌オリンピック当時は多くの学校で唱歌として採用された。そのため1番2番の歌詞を知っている人が多い歌でもある。今でも 学校唱歌として時々使用されている。また人が集まるイメージと街が出来上がるイメージなどを盛り込んだ歌としてオリンピック後も人々に親しまれ時々 CM ソングとしても流れることがある。札幌を代表する歌の一つとして札幌雪祭りの会場内でも頻繁に流されている。2019年2月4日から札幌市営地下鉄東西線と南北線。 同月6日から東方線で到着メロディとして曲のサビ部分をアレンジした音楽を使用している。2030年冬季オリンピックの札幌招致の機運を高めることが狙いとされており、全49駅のうち半数以上となる26駅で流される。とはエモア版、虹と雪のバラードは1971年8月25日に発売され、 オリンピックの開催に合わせたように徐々に売り上げを伸ばし、オリコンチャートの7位まで上昇した。売り上げは累計で60万枚に達した。とはエモアの白鳥恵美子は、河村さんは、詩人なんだなぁ。そしてこれは、札幌に住んでいる方でないと書けない、深いところまで見据えた言葉遣いをされているなぁと、感じました。それまでのとはエモわの曲とは少し異なる、更新曲風の曲調で、 何度も馴染むまで歌いました。と、初めて歌詞を読んだ当時を回想している。とは、エモア版のシングル版レコードの方は、小谷光がアレンジを担当し、みんなの歌版のアレンジは、川越守、北海道大学公共学団上認識者がそれぞれ担当した。みんなの歌版は、トランペットのファンファーレで始まるのが特徴である。また、レコードバージョンとみんなの歌バージョンでは、 若干歌い方が違う。とはエモアは1973年に解散していたが、1998年、長野オリンピックに先立ち再結成した。芥川澄夫は、札幌オリンピックの日の丸飛行隊の3人に、この曲を生で聴かせるよう求められたと話している。前作、生きる喜びを、の発売から2週間後の1971年9月10日に、発売された。 多くのグループとの共作となったが、レコードは、とあえもわが多くを売り上げたため、ブルーコメッツ版のこの曲が、表に出ることは、あまりなかった。レコードジャケットには、札幌オリンピック組織委員会選定、札幌オリンピックの歌と記されている。また、ジャケットに写るメンバーの写真は、海辺の石段の B 面、冬の嵐のジャケット使われた写真がそのまま、流用されている。 B 面は愛の子守唄。ブルーコメッツのベーシスト、高橋健治が作曲した歌謡曲風の曲。1970年12月10日に発売されたブルーコメッツのアルバムベストオブブルーコメッツボリューム2に収録されたのがこの曲の初出である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。